ドリームシーカーレーシングチームの入場です。福島のみならず、以前より
継続しております、社会貢献活動にもメンバー一丸となって、力を注いでいきたいと思っております、皆様には、東京オリンピックでの自転車競技の、活躍に向けてぜひとも、ご支援いただければ幸いです、どうぞドリームシーカーをよろしくお願いいたします。チームの代表新田雄大よりご挨拶並びにご説明をさせていただきました。続きましてチームのスポンサー時和会グループ事務局次長神村様よりご挨拶をいただきます。それではお願いいたします。皆様はじめまして、ただいまご紹介に預かりました時和会グループの神村と申します。ドリームシーカー、の応援団の一人とですね、一人として一言ご挨拶申し上げます。ここにいらっしゃる新田選手との出会いは震災間もない、そうですね、3年前でした。レースや忙しいトレーニングの合間を縫ってですね、当時我々福島県いわき市、そこのですね、0歳児から12歳児、保育園、幼稚園、学童保育のその子供たちにですね、一人一人と同じ目線で向き合っていただき、夢を持つ大切さ、そして自転車競技の楽しさ、これをいつも教えてくださいました。トップアスリートのですね、言葉はやはり子どもたちにとっても大きく影響してですね、前に一歩進む原動力になったことを思います。そういった元気をもらった恩返しではないですが、ここにいる6名のトップアスリートのですね、活動をですね、記録ながら我々も支援していきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。神原様よりご挨拶をいただきました。そして本日日本自転車競技連盟副会長佐久間茂光様にもご登壇をいただいております。ここでご紹介をさせていただきます。それでは続きましてチームメンバーからご挨拶をさせていただきます。新田選手は先ほどご挨拶をさせていただきましたので、浅井選手からご挨拶をお願いできますでしょうか。お願いいたします。皆さんこんにちは、僕が自転車競技を始めるきっかけになったのが、北京オリンピック銅メダリストの永井清美選手の影響でした。本当に自分は自転車競技に関しては知識もなく、自転車競技を始めて競技の魅力、自転車の魅力を感じて始めて、本当に世界を回りアジアを回りメダルを獲得していった、実績ではないですけど、経験をして本当に5年くらい前ナショナルチームとして走っていました。今この年になってもう一度自転車競技をやりたいっていう、世界を回りたいっていう気持ちがすごいあり、あとそれと後輩たち、やっぱり自転車競技でメダルを獲得してほしいっていう気持ち、後輩たちがメダルを獲得、東京オリンピックで一人でも多く選手を生むためにこのチームに自分も所属し、自分の経験を伝えたいと思い、今回新田君がチームを作るという賛同をしました。本当に日本の、自転車競技っていうのはあまり知名度も低くて、あまり自転車には魅力がないんじゃないかというふうに思われているんですけれども、自分たちが魅力を伝えて、自転車の素晴らしさを伝えて、それを見た子どもたちに元気、勇気を持ってもらいたいと思って、今回しっかりこのチームを支えて走っていきたいと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。次に小林選手お願いいたします。こんにちは、福岡の小林優香です。今回このチームに入らせていただき本当に嬉しく思います。私は自転車を始めた時からオリンピックに出たいという思いが強くて、自転車を始めました。で、去年1年間は自分からナショナルチームを辞退したのは、競輪学校在学中に世界選手権に出場し、その中で世界との差を本当に痛感しました。なのでこの1年間で準備期間が必要だなということを考えて、自らナショナルチーム
今回ナショナルチームを辞めてもう一度自分がオリンピックっていう舞台に立ちたいなっていう考えを始めた時に新田さんからお話をいただいて、そしてもう一回東京オリンピックっていうのを確実に目指していきたいなと思いこのチームに参加しました。私はガールズ経理の中で今ちょっとトップに立っていますけども、その中でもまだまだガールズ全体の女子全体の競技人口っていうのは少ないと思うので、そういうところからでも私が、もっともっとこの競輪と自転車競技っていうのを女子もできるんだぞっていうのを広めていきたいなと考えております。これからも頑張りますので応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。次に和田選手お願いいたします。次に野上選手お願いいたします。こんにちは、金谷体育大学の野上優斗です。僕もその自転車競技を始めたきっかけというのが、その次にいらっしゃる和田さん、そして浅井さんと同じくオリンピック、そしてそのオリンピックでのメダル獲得っていうのが、その僕にとって その自転車競技の魅力を教えてくれたすごい大切な大会でして、その東京、もう2020年にその東京オリンピックが決まったっていうのは、もうそれはもう僕にとってもすごい、もうその日本の全体のスポーツ界にとってすごいチャンスだと思っていますし、そして僕がその東京オリンピックの舞台に立つっていう目標を掲げ、そしてそれに頑張ってその目標を達成することによって、日本国内でのその自転車競技のレベルだったり知名度だったりっていうのを上げ、そしてそのそれによってその自転車だけではなくて、日本国内で そのスポーツの可能性を高め、そしてそのスポーツがより活気のあるものへと、まあ、なるように、そのこのチームの活動の一つであるその若手選手の育成という活動の中心人物となって頑張っていければなと思い、このチームに参加しました。まあ、まだその僕は大学生っていう括りで、まあ、皆さんのような、その競輪選手たちの、まあ、競輪選手の先輩方のようにその経験も多いわけではありませんが、その気持ちっていうのはもう高校の時からずっと変わってなくて、そのオリンピックに出てメダルを取りたいっていう気持ちはずっと変わっていませんので、まあ、これからこのチームで頑張っていくのでよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは最後にシェーン選手お願いいたします。こんにちは。Firstly, thank you for having me here. It's obviously everybody knows our connection with Japan over the years. So I'm obviously very grateful to be a part of the Dreamseeker Vision, and I'm very very excited for this team and for the future. Hopefully, I can be a good influence on the team leading into Tokyo 2020. こんにちは。今回この TS のチームに入るということで、2020年の東京オリンピックを目指して、まあ、貢献できる方向で今回は今回に行くわけですけども、まあ、今回ここで、まあ、TS というチャンスをいただいたという形で、今後、まあ、日本だけではなく自分が目指さなきゃいけないという
ありがとうございました。それでは続きまして、チームの今後の活動について私から簡単にご紹介をさせていただきます。まずドリームシーカーといたしまして、6月の2日3日に台湾で行われる2016台湾トラックカップインターナショナルクラシックに参加いたします。参加予定選手は新田雄大、小林優香でございます。次にスポンサー募集についてです。ドリームシーカーではスポンサー企業を募集しています。今後のスポンサー募集の詳細、参加レース、活動報告につきましては、ドリームシーカーのホームページで随時ご報告をさせていただきます。なお、ドリームシーカーとしての出場ではございませんが、4月16日、17日に伊豆ベロドロームにて行われる第85回全日本自転車選手権大会トラックレースに個人として参加をさせていただきます。参加予定選手は新田雄大、浅井光太、和田まくる、野上龍太、小林優香でございます。以上、私から簡単にご紹介をさせていただきました。それではこれより質疑応答のお時間とさせていただきます。ご質問のございます方はその場で挙手をお願いできますでしょうか。はい、それではこちらの、はい、恐れ入ります、もう一度手を挙げてお知らせいただけますか。ただいまマイクをお持ちいたします。ありがとうございます。ご所属お名前をまず初めにお願いいたします。報知新聞長いと言います。よろしくお願いいたします。いくつか、お聞きしたいんですが、まず、一つ目、ナショナルチームとの、違いというか、そこの、どういうふうに今後活動していくのかということ、そしてなんで今この時期に発表されたかということですよね。そして最後に、新田選手、浅井選手、皆さんその、トップクラスの選手が、JK から接されるわけですけども、本業の競輪とのその今後どういうふうに向き合っていくのかという、この3点をちょっとお聞かせください。ありがとうございます。それでは新田選手、はい、お願いいたします。まず、ナショナルチームとの違いの部分なんですけど、今現段階では、ナショナルチーム、そしてトレードチームとして JPC というチームがあります。僕らのチームとして位置づけとしては JPC、ジャパンプロサイクリストのチームと同じような位置づけになるんですが、日本のナショナルチームの日本の勝利を目指して一緒に戦う同士だと思っております。共に切磋琢磨してやっていけばいい結果が生まれるんじゃないかなと思いまして、このチームを作りました。この大会に関してですか、ワールドカップ以上の大会に関してなんですけど、1チームにあたり、チームの選手数、出場エントリー数っていうのは制限がかかっております。それが、ナショナルチーム JPC として出場できる人数っていうものが、限られてきてしまう部分がありまして、そこの、枠増やしというか、選手のチャンスを増やすという意味で今回のチームを作りたいなというふうに思いました。2つ目の質問は何でしたっけ。この時期に、なぜ発表かということなんですが、チームの申請は2月中旬に、申請をしていまして、UCI での、承認というものが降りるのが3月の、上旬になってしまいました。で、それが、承認されまして、インターネットに今載っているんですが、そこから、この記者会見を、するということで、いろいろ準備していて、この時期になってしまいました。そして最後の質問なんですが、斡旋、競輪選手の、仕事である、競輪との兼ね合い、競輪のレースに出なければならないので、その競輪選手としての、レース、そして、ナショナルチームなどの、海外での遠征の大会スケジュールというものに関しまして、僕たちこのチームというものは、基本的に競輪選手がほぼ占めています。今の段階ではそういう選手構成になってますので、競輪の選手として僕たちは活動していますので、まずは競輪の斡旋を優先させていただこうかなと思っております。
その中で空いている時間を使って、競輪が入っていない時期、入っていない日程に、大会がありましたら、そちらの方の大会に出場して、戦っていこうと思っております。以上です。ありがとうございました。他にご質問のございます方いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。マイクをお持ちいたしますのでお待ちください。福島民放社の花澤と申します。新田選手にいくつかお伺いさせてください。新田選手自身も東京五輪選手として目指す、それともさ若手に出てもらう、どちらで目指していくのかという点と、あと改めて福島に対しての思いを、県民に対するメッセージをお願いします。はい、まず、東京オリンピックへの、出場に関してなんですけど、まずこのチームを作った、目標としてましては、個人としてもそうですし、チームとしても2020年の東京オリンピックメダル獲得っていうものを、目標に掲げて、チームを、発足しました。で、まあその代表者である僕の、考えとしても、個人としても東京オリンピック、2020年の東京オリンピックでのメダル獲得っていうものを狙っていきたいと思ってますので、もちろん選手として頑張っていきたいと思ってます。そして福島への思いという部分でですけど、僕が前回の2012年ロンドンオリンピック出場にあたって、その前の年2011年の3月11日に、東日本大震災という大きな、出来事がありましたけど、それに屈することなく、そしてオリンピックへ僕らを送り出してくれた福島の皆さんというものが、今の僕 の、 その競輪でもそうですし、オリンピックというものを目指し続けられている、原動力でありますので、その人たちに恩返しするためには、結果として、アスリートとしては結果として残すことだと思っておりますので、まずは、東京オリンピック目指して、皆さんにいい、結果をですね、報告できるように頑張っていきたいと思っております。そして、先ほど挨拶の中でも少しあったんですが、僕が、以前よりお邪魔させていただいています、時矢会グループの、皆様に、本当にいろんなバックアップをしていただいていて、子どもたちへの、夢、そういう部分で、僕がなぜアスリートになったかっていう部分から、今度は僕が何かを伝えなきゃいけないんじゃないかと思った時に、子どもたちに、僕たちアスリートができることっていうのは、福島出身の選手としては福島の子どもたちにまずは、伝えることができること、それはオリンピックの素晴らしさであったりとか、アスリートの素晴らしさ、そういうものを伝えていければなと思って、おります。以上です。ありがとうございました。他にご質問のございます方いらっしゃいますでしょうか。はい、ではマイクをお持ちいたします。お待ちください。すいません、ロードカンパニーの和光と申します。新田選手とご同席しているちょっと佐久間副会長にちょっとお尋ねしたいんですけれども、今度の全日本、トラックで、強化指定選手は目指したいと思ってるんでしょうか、それともは強化指定選手は、あまりこう気にしないで、とにかく想定いいパフォーマンスをしようというところなんでしょうかというところと、また強化指定選手とトレードチーム、これは佐久間副会長にちょっとお尋ねしたいんですけれども、トレードチームと、強化指定選手の違いっていうのをちょっと、言っていただければなと思います。はい、それではまずは新田選手から、はい、お願いします。まず全日本選手権トラック競技に関しまして、強化指定を目指すのか目指さないのかという部分では、簡潔に言いますと、強化指定を目指して頑張りたいと思っています。その理由としましては、僕たちが目指している、このチームとして目指しているものは東京オリンピック、あくまでもオリンピックなので、オリンピックを目指す上で、オリンピックに出場する上で、選出されなければならない部分というもので、日本代表選手でなければ、選出されない部分があります。で、その
今の段階では今回のリオデジャネイロもそうだったんですけど、出場するにあたり世界選手権でのポイントであったりとかワールドカップでのポイントっていうものがすごい重要になってきます。でその、世界選手権アジア選手権大陸選手権っていうものに関しては日本代表選手でなければ、大会に出場できませんのでトレードチームとして出ることは不可能なので、そういう意味では、日本最高峰の日本、ナショナルチームに、所属できるように、このチームから、若手育成も含めて、僕ら本人も含めて、強化を図りそして、ナショナルチームで、活躍できるような選手が生まれるように頑張っていきたいと思っております。以上です。はい、ありがとうございます。それでは続きまして坂本様お願いいたします。はい、まず質問のお答えの前にですね本日同席させていただきました、大きな理由といいますのはこの新しいドリームシーカーというトレードチームこれは決してその JCF とたもとを沸かすとか敵対するとかそういうふうな内容ではありませんとそのあたりをしっかり説明させていただきたいという思いで同席をさせていただきました。で、質問の答えなんですが強化指定とこのトレードチームドリームシーカーとの違いというふうにおっしゃられたんですがもちろんその待遇面といいますかは違うところはあると思います。強化指定は連盟の費用で、大会出場します。ただこのチームはスポンサーさんのお世話になったり本人たちの自費で出場するということは違うと思いますが、その日本の仕組みとして強化指定とナショナルチームというのがあるそのあたりを区別をしなければなかなか理解をいただけないんじゃないかと。ナショナルチームというものを目指す上で強化指定はもちろんあります。今その形がストレートでその直接つながっているような形だと認識はしておりますが今後このトレードチームからももちろんナショナルチームを目指すことはできる日本代表を目指すことはできる強化指定からももちろん日本代表に行くことはできるそういう意味で言えば同じ、関係にあるというふうな感覚を考えております。そういった意味でその共に競い合って、戦って努力をして上を目指してナショナルチーム入りを目指すんだと今二択の話もありましたようにそのような形で進んでいければいいのかなと。よくそのこういう話を聞かれた時に例え話でするんですがある大学があります。そこにその付属高校があります。付属高校だから必ずしもそこにストレートで行ける付属高校から試合できないというわけじゃないですね。他の高校からもその大学を目指すことができるんだ。その大学が日本代表ナショナルチームであるとするならば強化というものがストレートで無条件に行くわけではなくその他の大学や高校からも含めてより全ての中で優秀な選手がナショナルチームを作っていくという形に考えていただければというふうに思います。よろしいですか。ありがとうございました。他にご質問ございます方はいらっしゃいますでしょうか。はい、お待ちください。すみません、産経デジタルサイクリストの澤野と申します。たすね、伺いたいんですけれども今後メンバーを増やしていく予定があるかないということと皆さんが今競技種目として競輪を考えているのかスプリントとかその他の種目なのかちょっとそこら辺の、を説明をお願いいたします。はい、まず種目に関してなんですけど、このチームは、短距離に、特化した選手が一応今のところ集まっています。ただ今後そのメンバーに関して、増やす増やさないという部分は、まだ考えておりません。ただ、このチームに、所属してこのチームっていうものはこれから始動し始めますのでどういうふうな結果が残せるかどういう活動をするかっていうのははっきりまだ明確にはなっていませんが、やるからにはいい結果を残していきたいと思ってますし、このチームっていうものが夢のあるチームにしたいなと思ってますので、そういう意味では、選手は、本当にこのチームがいいと思ってくれる選手がたくさんいれば、そういう話をいただいて、その中で、このチームの考え方と同意できるような選手であればチームに
賛同していただくような形になっていくと思います。でそしてこのチームの、種目に関しましては、ここにいる選手の中で海外でのメダリストっていうのが、何人かいます。でその中で、浅井康太選手は、ワールドカップで の競輪での銅メダルであったりとか、世界選手権での上位入賞、そして、多くにいます、シェーン・パーキンスに関しましてはロンドンオリンピックでのスプリントの銅メダルに、でそのオリンピック直前の世界選手権での、チームスプリント金メダル、そして、競輪の金メダルということで、スプリント競技に関して短距離の競技に関しましては、本当に一流の、実績を持っていますので、競輪に特化する、スプリントに特化するというわけではなく、短距離選手に関しては短距離 全体的にオールラウンドに走れるような選手になってもらえるような強化をしていけたらなと思っております。であとは中長距離に関しましてはまだ今回そういう話を僕は中長距離の選手と話をしていなかった部分がありますので、そこに関しましては今後考えていきたいと思っております。以上です。よろしいでしょうか。ありがとうございました。他にご質問のございます方はいらっしゃいますでしょうか。はい、ただいまマイクをお持ちいたします。お待ちください。八重出版の宮内と申します。新田選手に伺いたいんですが、このドリームシーカーの選手として、合同で、合宿をするとかトレーニングをするとかそういうことはするのでしょうか。でその場合ですね、例えばシェーン・パーキンス選手が、例えばコーチ役をするとかそういうことがあるのでしょうか。以上の点です。ナショナルチームに、ドリームシーカーとして参加するっていうことはまだ今後考えていかなきゃいけない部分でありまして、それの理由としては、今までがナショナルチームの、ナショナルチームとトレードチームが JPC とありましたが、 JPC としての参加っていうのは特になかったので、今まではナショナルチームと JPC のトレードチームっていうものがイコールな状態でした。ただ、今回のドリームシーカーに関しては、ナショナルチームの選手じゃなくても入れるというものがありますので、そこは、どういうふうにしていくかというのは、今後、話し合いをさせていただいて、考えさせていただきたいと思っております。そしてチームとして、パーキンスがコーチになって、指導してもらうという部分に関しましては、コーチとして招集したわけではなく選手として招集していますので、アドバイスを受けるということはあってもコーチングしてもらうということは今のところは考えておりません。以上です。ありがとうございました。他にご質問のございます方はいらっしゃいますでしょうか。はい、かしこまりました。今お二方手上がりましたので、では前の方から、はい、すみません、日本テレビの高橋と申します。3点ございまして、まず代表の新田選手に伺いたいのが、今日コスチューム皆さん揃われてますけども、その意図というかどうされたのかな。で選手の皆さんに伺いたいのが、東京オリンピックご自身の人生の中でどういう位置づけ、どういう目標かということを一人ずつ伺いたいのと、最後の浅井選手、自転車競技を一回離れられて、でグランプリ本業の競輪をまた優勝して極めてまた自転車競技に戻ってこられたというところ、本当の意図というか自転車競技に何か忘れ物があったのかなと、そういった意味で伺いたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではまずはじめにコスチュームについて新田選手からお願いできますでしょうか。はい、このコスチュームにつきましては、このチームを作る、発足したいという気持ちをですね、僕が、内々に知り合いの方に相談してまして、その相談をさせていただいたときに、チームとしてかっこよくやっていきたい、やっぱりスポーツっていうのは、夢がありますので、その中で何かできることがないか、選手自体は鍛え上げた肉体というものをここで披露するわけにはなかなかいかないので、そういう意味でそのしっかりしたこの鍛え上げた肉体を、このコスチュームでさらに、飾り上げてですね、このチーム一丸となれるものを作り上げたいと思いまして、そのきっかけとしてこのコスチュームを、作成
東京オリンピックの位置づけなんですけど、僕個人では、東京オリンピックは、最終地点だと思っております。ナショナルチーム、そして日本代表選手としての、競技人生での最終地点なのではないかなと思っております。ただその日本の競輪選手としては、まだまだその後の選手人生が長いと思ってますので、そこで引退という部分ではなく、まあ、この競技を通じて学んだことを、若手選手であったりとか、いろんな部分で社会貢献であったりとか、何かにつながればなと思っていますので、そこの最後の、部分というのはまだ考えておりません。ありがとうございます。続いてでは浅井選手、東京オリンピックの位置づけについてからまずお話しいただけますか。位置づけっていう感じはそこまで考えてないんですけど、やはりその自分が、ナショナルチームをやってた時に、まずはワールドカップでメダルを取って、それでポイントを取ったんですけど、そこで、オリンピックに出れなかった悔しさがありまして、やっぱりオリンピックを一回もう一度目指したいなっていう気持ちもあるんですけれども、本当に目指すってなると、36歳だと思うんですよ。その年で自分が、本当に出れるのかっていうことを考えると年齢的にも厳しいものもあります。でもこのチームの、誰かが出てくれる、自分がもし出れるかもしれないんですけど、自分が出れない時に、周りのチームのメンバーにトレーニング方法などいろいろ教えて協力もできるようになると考えています。だから選手としても目指すし、みんなにアドバイスするものとして目指していきたいと思います。ありがとうございます。では次に小林選手お願いいたします。はい、私は自転車を始めた時に東京オリンピックっていうのが決まって、まあ、その時からいろんな場所で公言はしていますけど、東京オリンピックで金メダルを取るということを今は人生の最大の目標としています。その先はまだまだ決まってませんが、しっかりメダルを取れるように今はしっかり頑張っていきたいなと思っています。ありがとうございます。続きまして和田選手お願いいたします。はい、僕が競技を目指し始めたというのもオリンピックでしたし、僕が、4年後今、29歳になるんですけども、まさかそのタイミングで東京オリンピックが迎えられるとは思っていませんでした。その中で、東京オリンピックというのは、自分の人生の中で最大の目標、東京オリンピックで金メダルを取るということが今のところ自分の最大の、そのためには何年か、一日たりとも無駄にせずに準備していきたいと思います。ありがとうございました。次に野上選手お願いいたします。はい、スポーツ選手にとってオリンピックっていうのはもうすごいもう大切であり、すごい特別なものなんですけれども、それがその日本自国開催の東京オリンピックっていうものになって、もうそれはもう自分の人生において最大の目標として、 そこで金メダルを取るっていうのがもう人生の最大の目標として置くことができる大会だと僕は思っています。で、まあ、僕もその後のことは、まあ、その明確には見えていないのですが、まあ、その後も自転車競技っていうものを発展させるために、まあ、頑張っていければなと思っています。ありがとうございました。では最後にシェン選手お願いいたします。As for why, it's a great opportunity when I was offered this, and obviously I'm very, very, very grateful to be here. So, of course, I'm here to offer as much support for the team as I can with all my experiences. I've been in my national team and training with the AIs for more than 12 years, so I think it's a fresh opportunity for me to be part of the Dream Seeker vision. Same vision as me, you know, obviously Tokyo 2020, you know, obviously I'd love to be there and obviously win as many gold medals at the World Championships as we can along the way and offer as much support to this team as I can, because I think a win at Tokyo for me or World Championships
isn't just a win for me, it's also a win for Dream Seeker in Japan. That's how I feel anyway. 12年間の経験があるということで、そこで、使った経験、ゴールドメダル、やっぱり、レースで経験を、彼ら、DS に入ることで、それを皆さんに伝えていく、トレーニングを行ったりとかですね、いわゆるそういうアドバイスを残していくという方法で、この DS に入ることに非常にまず、このチャンスを与えてもらえているということが、まず貢献できているのではないかということです。で当然、彼も、東京の、次の2020年またやっていく方針でいると思います。はい、ありがとうございました。それでは最後に浅井選手にマイクを戻していただきまして、自転車競技に戻った意図という内容でよろしかったでしょうか。はい、こちらについてお答えをお願いいたします。戻った意図というところも、考えてはないんですが、まず競輪グランプリ、競輪の頂点をやっぱり競輪選手としての夢を叶えたというところは、すごく嬉しくて、そこを達成したから次はもう一度自分が強くなった原点に戻ってみようと思って、自分がナショナルチームに入って海外で強い選手と走ったことによって、自分は G1 を取ったというふうに感じています。だから海外の選手と走ることによって自分の能力を上げる、それがもう一度自分が強くなれる、日本の競輪でも、もっと強くなって、もう一度グランプリを取れる、そしてその先にある、オリンピックを目指せるのかなというふうにも感じたので、今日はここでした。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。先ほど挙手をいただきました方もいらっしゃいましたが、恐れ入りますお時間の都合上、こちらのご質問で最後とさせていただきます。大変申し訳ございません。今のご指示ありまして、先ほど挙げていただきました方で最後のご質問とさせていただきます。それ東京スポーツマイヤーです。パーティンさんにちょっと伺いたい。パーティンさん、ちょっとトレードチームというのがあまりまだ慣れない、聞き慣れない部分もあったりするけど、世界であったり世界各国でこういうトレードチームというのはどういう役割を果たしていたり、またそういう重要性、必要性というのがあるのか、このチームに関する全体的な可能性も含めて、またパーティン先生がそのオーストラリアからまた日本のチームにご参加している意義みたいな、またそのナショナルとしてオーストラリアの代表としていく関係性みたいなのを少し説明いただきたいと思います。それではシェン選手お願いいたします。Yeah, so obviously with the World Cup and the numbers, I think Nita Sench spoke about this before, you can only have so many starters for a national team, and then of course if you have a trade team, started many, many years ago where countries would put a trade team in, so we could get more numbers at World Cups to try and give more experience to younger riders, that's what I think it's for anyhow. For the national team?というだけの国ではなく、そこにトレーディングチームというのを作って、そこにこうプラスセットができるようにしました。それによってこうワールドに対してポイントを取れるということが非常にチャンスがあると。で、そこからまたワールドに行くときにその方からポイントのある選手を獲得してはお話しすることで、ワールドカップのことはオリンピックでもということが考えています。 So it can actually provide support to the national team to have a trade team, because obviously the trade team is very busy looking after the riders that they have. When you have a trade team, they have access to see more riders and there's more opportunity for younger riders and development of riders to go into the national team. For my reason, like I said before, I've been in the national program and
the national team and the Australian Institute of Sport, I think since I was 17. So 12, 13 years now, so a long time, and been riding a bike for a long time. So when an opportunity like this comes up, and obviously everybody knows Japan is like my home away from home, so it was an opportunity that I didn't want to miss, and I'm very, very grateful to have this opportunity. So I wanted to grab it and follow my dreams and also help the dreams of all these riders in this team if I can along the way. ナショナルチームだけに属している、いわゆるその、まあ、日本のシステムだと思いますが、チームが入ることで、外からそのサポートが入ることで、彼が17の時からスタートした時には、そこに属することができると、いろいろサポートを受けていたことができるんですが、例えばナショナルだけに行ってしまうと、限られて、例えば限られてしまうサポートを受けたということです。で、当然、パドルずっと長年やってきて、これ今、新たに DS というトレールチームが入ることで、また彼が、やられていきたいと思われて、それでは以上で質疑応答のお時間を終了とさせていただきます。ご質問いただきました方、誠にありがとうございました。